ツアープレイヤーのために開発されたブループリントは多くの勝利を収めてきた。それでも彼らの満足は終わらない。ツアープロが認めたマッスルバックアイアン、ブループリント T、 操作性と寛容性、ブレードアイアン、ブループリント S、 さらなる勝利をつかむために2つのヘッドで新登場。そしてミスに強いハーフキャビティアイアン I-230、 あなたに合ったアイアンでスコアメイクを。さらなる高みを目指すプレイヤーのために3つのアイアンが揃った。操作性を極めたヘッドサイズが最も小さいマッスルバックのブループリント T、 キャビティ構造でミスヒットに強い I-230、操作性と寛容性を両立したブレード系アイアンのブループリント S、 プレイスタイルに合わせて選べる3つのアイアンがラインナップ。ツアープロが認めた軟鉄鍛造のマッスルバックアイアン、ブループリント T、 抜群の操作性、最上級の打感、ヒールを低く設計した美しいフォルム、最高のスピンコントロール。シャープになってすごくかっこいいなと、打感がすごく柔らかい印象で、球持ちが長くなったなっていう印象ですね。食いついてくれると曲がり幅っていうのもコントロールしやすかったり。操作性と寛容性を両立させたブレードアイアン、ブループリント S、 安定したスピン性能、少ないオフセットのコンパクト形状、打感の柔らかさであったり打った時の音とかがやっぱり軟鉄の良さが出てますね。番手別の設計でロングアイアンはエラストマー CTP を内蔵、重量周辺配分による高い寛容性。ロングアイアンになってくると球の高さが欲しくなってきたりするので、まあ、CTP が入っていることでより優しくなって球も上げられる。打感抜群のミスに強いハーフキャビティアイアン I-230、 低重心で高 MOI 設計のブレないヘッド、ミスに強い最適な重量周辺配分構造、最大の摩擦力とスピン量を生む溝、溝も増えてスピン量が増えて、ちゃんとラフカーでもボールが止まりやすくなったりとか、まあ、そういった難しい状況にも対応してるアイアンだと思います。打感が柔らかくて高さも出やすいので簡単に打つことができる。ピンは創業当時から好きなモデルのミックスが可能、理想の弾道のためのこだわりの一本一本をおすすめしている。それぞれの機能特性に合わせてプレイヤーの好みで理想のコンボセットを実現できる。ピンのクラブはこだわりを詰め込める最高のコンボセットができます。僕も、アイアンをコンボセットにしてるんですけど、ショートアイアンはブループリント T を、入れているんですけど、縦距離っていうのもすごくこっちの方が合わせやすいので、まあ、僕はブループリント T をこのショートアイアンに持ってきています。567は操作性プラスやっぱり更新の広さっていうのもすごく求めていきたいので、ブループリント S にしてます。34はこの I-230 でやっぱり球の高さもすごく出しやすかったり、ブレにくいっていうのもすごくあると思うので、これがすごくおすすめなコンボセットかなと思います。ぜひちょっと参考にして、このコンボセットっていうのもピンならではでできることだと思うので、まあ僕自身もコンボセットで世界と戦ってるので、ぜひ皆さんもコンボセットを試してみてください。プレースタイルで選べる3つのアイアン、ツアープロが認めたマッスルバックアイアン、ブループリント T、 操作性と寛容性、ブレードアイアン、ブループリント S、 ミスに強いハーフキャビティアイアン I-230、 さらなる高みを目指すプレイヤーのために。